ビアノビウェブラジオイェーイ岡村みなみです。はい。えー、今回は、えー、好きなものについておしゃべりしていいという方なんですけれども、えー、私は、えー、ビヨンズ好きな〇〇って自己紹介してるじゃないですか。それを、私は最近好きなアメ車。 について、こうお話ししてるんですけど、あの、最近好きになったので、その好きになったきっかけなど、アメシャについて、こう語っていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まず、私の一番好きなアメシャなんですけど、それは、ダッチチャージャーという、えー、1970年式のダッチチャージャーっていうのが、一番最初に、 あの、アメシかっこいいって思ったきっかけの車なのと、こう今も一番好きな車なんですけれども、これを好きになったきっかけが、もうこの名前を聞いただけで連想する方も多いと思うんですけど、ワイルドスピードという映画がありまして、私カーアクションの映画が。 すごく一時期ハマったんですよ。で、その中でもワイルドスピードが本当に好きで、それで主人公のドムという人が乗ってる愛車がダッチチャージャーだったとっいうことなんですけど、本当にこう車の知識とかもう何もないので、こう見た目から入るわけじゃないですか。こう見た目初めて見た時に、そのドムが使ってたチャージャーに、あのスーパーチャージャー という、こう、部品が付いていて、こう、ボンネットからはみ出してるんですよ、その部品が。で、なんだろう、それが、こう、部品だと初めは思わなくて、なんか、オブジェみたいな、なんか、飾りだと思ってたんですけど、私は恥ずかしながら。そうなんです。なので、その、スーチャーを見て、なんだこれはと思って、なんか、こんな大きい、ごつい車に、 こんなかっこいい金ピケのス数値ついててめっちゃかっこいいじゃんってそこからこの上についてるこのスーパーチャージャーって何なんだろうっていうそこから私のアメ車の興味は始まったんですけどまあそのスーパーチャージャーっていうのはあのー、多分なんですけどあのこうエンジンをまあもっとパワフルに動かせるようにする こう、部品だと私は調べて思ったんですけど、これ、あの、もし間違ってたら、こう、コメント欄とかで優しく教えていただけたらなと思うんですけど、こう、そういう、なんだろう、エンジンだけじゃなくて、もっと早く動かすために、こう、そう、スーパーチャージャーだったり、こう、ターボっていう部品もあるらしくて、なんか、そういうのを取り付けて、こう、みんな、速さを、 出そうと頑張ってるんだなーって思ったりしてま、していまして。で、そう、いろいろ調べていくうちに、こう、私が好きなアメ車が、あのー、千、んと、50年代から70年代ぐらいの、あのー、車、ちょっと昔の車が好きだなっていうふうに気づいたんですけど、こう、なんで、 こう、昔の車が好きかっていうと、なんか最近の車は、やっぱすごく機能性が重視されてると言いますか、あのー、静かな車だったり、あのー、なんだろうな。こう、いろんな、あるじゃないですか、あのー、燃費がいいとか、そういう機能性じゃなくて、こう、昔の車は、あの、デザイン性が、 すごくある車が多いのかなって思いまして、こう、それで私のお気に入りの車が、えー、っと、しぼれインパラという車があるんですけれども、それの、えっと、二代目二代目だったかな二代目が、あの、後ろ姿がもうすっごくかっこよくて、こう、なんだろうな、翼みたいなのが生えてる。 デザインになってるんで,すよでまあ言ってしまえば車走るための車にそういうデザインっていらないわけじゃないですかでもそこをこう可愛くこくデザインされているのがなんかすっごくいいなと思ってなんかそういうこだわりを持ったアメ車がこう世の中にはたくさんあるんだなって思って素敵だなと思ってこれからも詳しくなりたいなと。 思っています。えー、そんな感じで、あの、私は今、こう、ボンネットの中がどうなってるかとかが、本当によくわかんなくて、あのー、そうなんです。なんか、こう、車屋さんで、こう、ボンネットの中を、可愛い女の子が、こう、改造したりしてるのを映画とかでよく見て <laughs>、すごく可愛いなって、かっこいいなって思うので、私も、こう、いつか、 すごく大人になった時に、こう自分の車を持って、こういろいろね、こう車の愛車を持ってたらいいなと、安倍社の愛車をいつか持ってたらいいななんて想像しながら、こういろいろお勉強しております。という感じで、 今日は私の最近興味を持ったアメシについてお話ししていきました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、えー、もしね、こう、私も全然アメシ知らないわっていう方で興味を持っていただけた方がいらしたら、こう一緒にお勉強しましょう。ということで、以上、ビヨンズの岡村みなみでした。バイバーイ。